今日は菜の花を探しに来ました。もう生えてるかなって思ってきたら、あそこちっちゃい花が咲いてます。結構この周りに生えてます、菜の花が。これとか株が大きくて、ほらすごい、なんというかやっぱ旬のものというか、こうすごい柔らかそうというか、すごい美味しそうです。いっぱいついてます、こういうところに。今ちょうどいい時期みたいです。これを取って帰ろう。あっちの方とかにもいっぱいまばらに株が生えてます。これは多分カラシナっていう植物じゃないかな。まあ正確にはちょっとよくわかんないんだけど、とりあえず油菜系は大体菜の花が出て食べれるみたいです。畑の大根とかああいうのも出るけど、やっぱこう摘んでもかなり柔らかくて美味しそうです。ちょっと一個かじってみようか。うん、ここの茎のとこも噛んでも全然硬くなくて、うん、なんか久しぶりに食べたけど、ちょっとなんだろう、ちょっと苦味はあるんだけど、甘いというか菜の花の香りです。美味しいです。これ火を通したらかなり美味しいと思います。菜の花もその植物の種類によって若干味が違ったりするし、その畑に生えてるやつとこういう野生のやつとかでもちょっと食感とか風味が違ったりするから結構面白いです。確かこういうからし菜のやつは何年か前食べたことあるけど美味しいです。これはまだ小さいけど、この中心部にすごい良さそうなやつがあります。やっぱこの菜の花を見たら春が来たかなって感じがします。これはひっつき虫です。あんまり最近見ないけど、こうオナモミっていう名前で、こうやって服にひっつくやつです。ここにもすごい立派な株があります。柔らかい。結構これとかバラなんだけど、トゲがあるから、河原にはこういうバラとかが生えてるから、これをちょっと避けていった方がいいです。かなり引っかかります。ここにもいい株、あるとこには結構まとまって近辺にいっぱいあります。畑の野菜とかも美味しいけど、なんかこういうやつでも旬のやつはすごく野菜以上に美味しかったりするというか、すごく美味しいです。よし、こんぐらいにしようか。この採れた菜の花を今からちょっとパスタにしてみようかなと思います。友達がパスタが美味しいって教えてくれたから。あとなんか漬物とかも美味しいらしいです。これちょっと人の通り道で踏まれてるけど、ノビルだと思います。こうやって触ったら、あ、やっぱすごいネギっぽいというかニラっぽいというか、料理に使えそうないい匂いがします。結構大きい立派な株です。探せばいろんなとこにあると思います。よし、これ今河原歩いたら気づかないうちにこの豆みたいなひっつき虫がいっぱいひっついてます。まだろ。
このガスコンロで菜の花を炒めてお湯を沸かしてパスタを作ろうと思います。これがパスタ。これでツナ缶を入れます。このツナ缶に結構油が含まれてるから、これを油代わりにしようと思います。これで菜の花を風があるな。これで塩をちょっと入れよう。これで火を止めて、ちょっとお醤油もちょっと入れてみようかな。若干入れてみます。パスタに絡めるから少し濃いめの塩味にしてみました。これでちょっと置いといてパスタを茹でよう。茹で時間は7分って書いてあります。ここ畑の端っこにこれ多分出てきてるのは朝月だと思います。これを最後にちょっと入れてみよう。今出たばっかで柔らかくてすごい美味しいと思います。よし、これで寒いからちょっとスープパスタっぽくちょっと汁も入れようかな。よし、これで器ごと温められる器です。ちょっと温めて、その間にこれを、美味しそう。で、温まったら火を止めて完成です。菜の花パスタ、シーチキンと朝月を入れました。
初めて菜の花パスタ食べたけどすごい美味しいです。菜の花のちょっとの苦味とこう風味がすごい春らしくてめちゃくちゃ美味しいです。このツナとかの簡単なやつでもすごい美味しいみたいです。もうこれ何でもいいと思います。ツナでも例えばなんか釣ったイカとかベーコンとかでもシンプルに塩とかだけですごい美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。本当になんか山菜料理でこれ初めて教えてもらってやったけどすごいいいです。やってみてほしいです。うん、本当に美味しい。ちょっとなんだろう、菜の花のこうちょっと辛みみたいな、からしな系だからかもしれないけどちょっと辛みみたいのもあってすごく美味しいです。柔らかくて、うん、ここ今見たらこの咲いてるの多分梅だと思います。ほら、もう春が始まってる感じです。